またしても噂のあったあの選手がグランパス加入決定。斉藤学選手が我が軍の一員に。いやーこれね、柿谷選手以上にこれはないなと思ってましたが、本当に来てくれました。公式には発表はないでしょうが、シミッチ選手とのトレードみたいなものなんでしょうかね。また一人仕掛けられる選手が増えましたね。シミッチ選手の代わりとなるボランチあたりの選手は取らないんでしょうかと思いましたけど、その枠が長澤選手ってことなのかな。それにしても今年のスタメンどうなるんでしょうね。今までの選手が譲らず昨年のようなスタメンなのか、それとも大きく入れ替わってしまうのか。僕としてはね、試合数も多いんでターンオーバーしてうまく全員使っていってほしいですね。斉藤選手加入は嬉しいニュースですが、さすがに悲しいニュースが多すぎた。生え抜きたちがどんどん卒業。超生え抜き杉森選手が徳島に完全移籍、そして特別指定の頃から活躍してくれた秋山選手も仙台へ。これからの選手だけにグランパスで羽ばたいてほしかったです。完全移籍とはなりますが、3年後4年後、グランパスがね、大金をはたいて獲得して、そして戻ってきてもらいたいです。あと榎本選手と松岡選手がチームを変えてもう1年武者修行ということに。松岡選手は外国人枠のこともありますが、この2人は来年しっかり戻ってきてほしい。